本日は何だっけ、清水線、はい、まあ、最初最終節、はい、轟から来ました。で今日は裏六の収録で、はいはい、カカロニさんに来ていただきました。どうもカカロニの菅井です。よろしくお願いします。温厚なタイプのレッズファンということでね、そうか長年応援させていただいております。はい、まあ、お笑いコンビ、はい、はい、まあもうお笑い好きの人は有名ですよね。あ、まあ知ってくれてる人もいるかもしれないですね。カカロニと言いまして、はい、レベルでいくと、はい、J2 真ん中ぐらいですか。 J2 真ん中、お笑い立場でいくと、まあネクストブレイクって言ってもらうこともあるんで、まあそうですね、あの一船ぐらい、一船ぐらいだいぶ下がったねまだプロって言えるほどは稼げてないですねなるほど、はい、M1 もでしたよね、3回戦。ちゃんと YouTube で見れましたよ。ありがとうございます。はい、どうでした？相方、相変わらず気持ち悪いなと思って。いや、口悪。相方も頑張ってますしね。サッカー番組出るため2人でやってますから。あ、はい、それが夢なの。いや、サッカー番組は僕も憧れてますし、相方もずっとサッカーやってた人なんで。すごいらしいよね。相方は一応、まあ、レギュラーだったのは高3の時だけなんですけど、まあ、3年連続神奈川県ベスト4ということで。神奈川県ベスト4って言ったらもう全国ベスト8ぐらいだからね。はい、はい、じゃあ裏六撮影を。お疲れ様です。あ、すごい。あ、こんにちは。すごい人来てる。あ、よかった。影響力がある。え、でもパンがないってこと。パンがそうなんだ。パンがなくて、あと予約の人が1個ずつ買ってて、裏木さんが1個なんで、それで終わりなんですよ、パンが。お、いや、もっとちゃんと商売した方がいいですよ。普段よりもだいぶたくさん売れた感じなんですか。いや、すごいですね、これ。過去2番目です。過去2番目、1番気になるな、そしたら。あ、1番は初年度のゴールデンウィーク、はい、初年度のゴールデンウィーク。岩田線からなんか5万人来た時からやっぱり、ああ。反対50食ぐらい売れたんで、はい、じゃあ動員に対する比率で言ったら今日はめちゃくちゃ、あ、売れてます、売れてます。影響力あるな。裏木さんのおかげです。心配でしかない。全部半分にしたんで、はい、1個ずつかけたんです。もう最後なんで1回かけちゃう。あ、でもこれに対して1回はある。おー、来た。あ、すごい。うわうわ、おいしそう。やっぱワインだね。チーズにはね。ワインなんて、これホットワインとかも一緒に出したらなんか売れそうな。ちょっととりあえずこれ先に半分いって。あら、そう、いただきます。うん、あ、じゃあ食べてお返しです、はい、すみません、うん、本当ありがとうございます。なんか、あ、いい宣伝になってます。パン柔らかくてチーズの甘み。羊さんとにかく心配してました。じゃあ広がるすごいいや、すみません、本当に今食レポっぽいこと言っちゃってるなって思うんですけど、本当に美味しいです。これ作りたてで食べた方がいいですね。あったかいとなお美味しいと思います。美味しい、まっすぐベラボに美味しい。よかったです。とりあえずラクレットチーズも食べ終わり、はい、でウェディングフォトの、はい、時も、じゃあどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。寒いよ。今日どうでした、試合の方は。試合は残念だったな。せっかく名古屋も負けたのにな。最後のセレモニーはどうでした。セレモニーはまあ良かったろ、はい、だって今までな、例年立花社長へのクレームの弾幕とかさ、ブーイングとかの ないわけだからな。それを考えたら確実に進歩良くなってるよ。阿部ちゃん、あ、牧野選手と宇賀神選手とデム選手のスピーチはどうでした。いや、でも牧野も立派だったな、最後は。そうですね、阿部、うん、選手は。阿部ちゃんももう、でもこれで見れなくなると思うと寂しいな。でもこんなに抜けて大丈夫なのか。天皇杯に向けてお願いします。天皇杯、はい、いや、もう勝つしかないだろう。じゃあまたサイスターで会いましょう、はい、お疲れ様でした。